よし、やっと準備できた。じゃあありがとうございました。後で餅食べさせてもらいます。え、楽しいです。じゃあまた九州どかしてみますんで。あ、その時また。じゃあありがとうございました。というわけで、椎茸さんという本当に最初の頃から見てもらってた人なんだなと、茶してました。あ、そうだ、しいたけさんと一緒に写真撮っときゃよかったな。お、西鉄の小さいやつ。あ、やっぱ下ると寒い。最後風呂入りたいな。この道でいいよな。うん。ああ、だいぶ曇ってきた。おお、雪があんなに。お、雪が。500号。あ、500号ってあっちの方か。今日の予定ルートがなぜか表示できてないんで、左だ、危ない危ない。
それ山の中だな。いやな文字列が見えたな。あ、そういや小石原の町の様子を全然ツイートしなかったな。写真もろくに撮らなかったし、陶器そんなに興味ないからな。普通の人だったら小石原の方がメインなのに。なんとか山上突走に見える。いや字と形として合ってんだけど、今日これ例年通りの寒さだったら地獄だったな。この下りはずっと長くて緩い下り。
おお。ヤマメ山荘もうすぐ。車通らないな。住んでないのかな。お、ヤマメ山荘。うわ、すごいな。建物が見えない、まず。山の料理、山の芋料理。あ、違う、ヤマメ料理か、あれは。大半がて館。どれどれ。あの石なんとかバナっていうか漢字が読めない。木が3150円、筋が2600円、桜が1600円。なんかちょっといい感じの料亭みたいな感じなのかな。宿じゃないのかこれは。お、犬だ。なぜあそこに犬が。夜景にしたら綺麗だな。え、どこ行った。見えなくなった。あ、いる。あれ、テリトリー内にいたんじゃないのか。なかなかいるの、あんな風に何百メートルも移動しないイメージがあるんだけどな。逃げる逃げる。警察官立ち寄り署の中に逃げた。そうだった。
手挙げたらお座りしたのまさか反応したんじゃないよな。なんだっけ、確か警察犬がこんな風にすると伏せるんだったかお座りだったかなんかするんじゃなかったっけ。あ、そうか、それマスターキートのアニメの中のネタだ、思い出した。本当に何もないな。おお。なんだこりゃ。水害とかでこんななるんだっけ。うわ、秋葉街道のあたりも台風の後にこんななってるとこあったな。あれ反応してない。反応してるけど小さいな、触れが。この IC レコーダーの設定がマイク感度がコーと手が2つあって、それぞれの中で20段階マニュアル設定ができるんですけど、手の最大とコーの最小の間にえらい開きがあるように見える。今これ低の最大なんですけど、高の最小にするとなんかメーター簡単に振り切れてるように見える。
なんか新しい道作ってますね、向こうの方に。この道の何がなんでダメなんだろう、こっちの道は。ちょっと今明日も天気いいからこの辺にもう一泊してとか考えたんですけど、考えてうなってたんですけど、充電器持ってきてないや今回。充電器1個持ってきてれば GoPro 録画して、あ、そうか、メディアも足りんか、ハードディスクとかも持ってきてなきゃダメだ。まあそんな時間から離れてるとこでもないし、仮に鈴木が走りたかったら明日くらいいかな、もういっぺん。あれ、朝倉市に今入った。市境の、市区町村境のなかったけど、今の青おにぎりに国道看板に朝倉市って書いてあったような気がする。
麗に揃ってる感じが面白かったんで、なんか開けたかな。でもないか。おお。これは棚田の跡か。だいぶ草が茂ってますけど、石垣とその間を縫う道が見える。おお、びっくりした。ここまで来て引き返すのは無理と思ったんで、ちょっとヒヤッとしました。今のところ そこら辺にもちょっと石垣の跡が残ってるな。来た。急度あるか。ダム湖の反対側通っていくのか。ちょっと危険だなこれは。やめとこう。石垣あるな。
道か、途中からガードレールないな。あ、やっぱり朝倉市に入ってる。いつの間にか。さっき気がついたところ、多分境目あたりだと思うんだけど。もうダム湖に差し掛かってる。立ち入りができなくなります。去年12月9日よりって書いてあるってことは、無期限で今後ずっとそうなるってことかかな。色は花粉か。あの杉の色は花粉じゃないでしょうか。でこれが何ダム。江川ダムか。
かすこ市原からこっちに来ると何もないな見事に。こっちの方がだいぶ広いな。そしてあの鉱石はカモかなんかか。お？あれなんだ。これ映らんか。遠すぎるか。サイズは小鴨かな。遠すぎて見えない。カルガモはこんなとこいないんだっけ。うわでっかい鯉がいる。鯉かあれ。黒い魚影が岸のすぐ近くにいる。あのゆっくりさ加減多分濃いだろうな。鯉料理、ヤモメと鯉料理。なんかすごい、ね、おお。なかなか綺麗。ツイート失敗してたけどこれでやろう。
あと1時間で日暮れです。おかしいな、今日はむちゃくちゃ時間に余裕があるはずだったのに、いつものことだけど。時間どこ行った。このダム湖広いな。うわ、これはパノラマで撮らにゃ。腰入った。
逃げた。鋭いな。油断ないな。水かなり多い状態なのかな。こんにちは。秋月まであと 6.5 キロ。まあ日没までには十分間に合うけど、薄暗いな。現在の水位ほぼ満タンってことかな。バイクだ。園庭はここから先か。これか。
この方行かないと落差が見えない。もう一気に下るな、ここから。カメラ、こっからか。うわ、あれでもそっち側からあまり見えないな。とりあえずここから景色を、どうしても転がり落ちるとこ想像してしまってゾクゾクする。そんなこと想像する必要ないのに。乗り物アプリだ。この止め方からして知らない人たちが話してるのかな。お、ジャンキーある。
水を守るともやおい完売。水を守るともやおい完売だ。水を守るのもなかなか大変だというか、うまくいかないというか。なんだろう。AV スクールバス停。なんだろうあれ。なんとなくツイッターねさま。力強い。あれか。ツイート。手あった。これ誰が書いたのかな。なぜこんなネタっぽく。わざわざ危ないじゃなくて、あぶいて書くなんて。何の直売所だ。おいしい田舎の米か。米の直売所で無人販売って。無人じゃない、今日やってないけど。江川特産物地域限定発販売所か。多分無人じゃないよな。おっ、お、夕日だ。この中にあんな街灯がある。
おおおおおあの紐というかガイドレールを引きずる感じの音が怖い。カラスが行水してやがる。カラスの行水め。秋月はどの辺だ。まあ多分なんか表示があるかな。秋月城址は。養殖してるのかな。結構街中になってきた。秋月城址はそろそろじゃないのかな。地名がどこにも出てこない。お、お孫さんたちが。削りとか言って湯気かな、あれは。あれ、秋月の名前全然出てこない。そういう愛宕神社は、なんだっけ、本家じゃなくて、あの大元のがどこにあるか知らないな、愛宕神社。
総本山かな、総本山この辺で秋月城主の場所確認。もう相当来てるよな。あ、このすぐ先だ。なんとか暗くなる前に隠れた。暗くなってくる。そのあたりかな。神秋月コミュニティセンターこれ同じ字だ、さっきのテイと同じ字だ。ある意味読みやすい。秋月城主の表示がない。これ右のとこだ。通り過ぎてるぐらいなのに。力強い看板の密度が増えてる。
本当のやつもあった。よっとっと少し登るな。この辺りから右に入らないのかな。なんか書いてある。なんかちょっと城下町みたいな感じとか知った人が言ってたのはこの辺りか。武家屋敷。てか今どこなんだこれ。これか。この先がちょっとあるのか。もうちょい先まで行って武家屋敷っていうのを見て、で城跡行った方がいいかな。久の手って目の前のこれか。これだ。おお、盛大に休んでるな。2月末日まで庭内改装のため休館。あ、改装か。今日はなんかそれっぽいな。おう、はあ、
駐車場があちこちあるってことは混むときはかなり混むな。教会だ。月の峠。鳥目の自転車にあんまり嬉しくないな、月の峠は。酒屋さんも結構あるんですね。一応見えるとこまで行ってみるか。うわぁ、すごい。なんだこれ。社の湯、森の湯か。結構広いな。じゃあお城の方行ってみるか。座ってって、座ってって、あ、座ってって、長崎の豪商のなんとかさんが晩年秋月氏に仕えた。さっきのところ行けるって書いてあったから、さっきのところがいいかな。休館日12月下旬から2月末って毎年なのか。
ロマンの道、民芸カフェ。もう遅いよな。城跡への行き方は、まあどこから行っても一緒か。工房カフェ結構あるな。観光客なのかな、この人たちは。カメラ持ってるし。おお、参道みたいな。参道かな。お寺みたいなのがあるように見える。結構な観光地なのか、ここって。秋月の筑前赤鶏古書経。また文教会だ。おお。これが中学校。ともう一つあれ、なんて書いてあるか黒くて見えない。中学校か、同じか。もう本人の先の石垣の上に中学校がある。この辺の福井島の高校みたい。長屋門一棟。裏手門として使用されていたものである。
入るのかな。どうやろ。お城自体に入らないのか、入らないのか。とりあえず手登りがあるから、ここから少し入れるかどうか見てきます。 GPS、 GPS バッテリー切れてる。ちょっと待ってよ、どんだけ取れてない今の。またやってしまった。GPS は見ないとき本当見てないな。何広神社って書いてあるんだね。何言う神社。本門。結構広い。あ、さっきの武家屋敷とかも全部入ってるのかな。ダメだ、わからん。どこがどうなってるのか。お城は、お城の建物はないのかな。
ないのかな。うわと、いや、さっき道の駅で椎茸さんが言ってたんですけど、ここは春には桜が有名なんだそうです。なんか高遠みたいなイメージがある。素人で桜が有名だと。どうかな、ポターファイトの間に見通しあるはず。あれ出てこない。あれ？ついてるのに。秋月町新宿、秋月町市長屋門、さっきのあれぐらいしか映ってないな。
ところだけか。うん、じゃあ一通り見たことになるのかな、これで。中夢ソースこれっていう感じはしなかったけど。おっ、 GPS。ああ、結構近くまで取れてないな。さっきの武家屋敷あたりうろうろしたのが全然取れてない。まあいっか。こっから南下るんだから、とは言ってもこっち行ったらちょっと山越えになるから迂回。一応これがウィキに代表的な写真として載ってたところかな。載ってたところだ。うん。秋月町な観光地なんですねと。バックライトつけて、よし。暗くなってきた。さて戻るか。天城の方に抜けるのはもうちょい500号西に行かなきゃいかんのか。いけるだろう。行ってない。行けないはずがない、この道。この向きなら。車見えた、オッケー。
おう、カッパスロン、思考後がカッパスロン、あ、スロン部分は確かに含まれてるからいいんだろうけど、はい、あと点しよう。ライト点灯。うわ、広くて浅い川。うわ、あれ大詐欺か。燻製っぽいいい匂いがする。さて、早いとこ家に、実家に夕食は帰って食べるとメールしとかないと。ついてみないと何時か言えないからな。まあでも先に連絡だけしとくか。
母に、帰ってた夕食は帰って食べさせてくださいと。なんか変だな、まあいいや。8時くらいになるかも。パタイチかと書いてある。狭いかな。オムライス。暗くなってきた。手作りケーキいいな。こっから見ると焙煎屋、ちらっと見ると焙煎屋に見えてしまって、焙煎屋だな。コーヒーの焙煎の焙煎か。
軍師官兵衛すごいな。ゆかりの里秋月。川沿いの道か。もうそろそろ天城駅近くじゃないんかな。あんまり市街地じゃない。公園300m、多分もう天城駅のすぐ近くじゃないのかな。
この動画の方だと地図が出てるからそのあたり見えますよね。どっちだ、コンビニがあるところまで来た。駅どっち？お？あ、まだまっすぐか。立ち洗いはゼロ線が展示してある基地跡なんだっけ。これまだ500号なのか。あ、ここにも太陽光発電。大規模に当てるとこ多いな。やった感、あ、なんかお安そうだけどそんなに寒いようもしてないから今日はいいかな。早く帰らにゃいかんし、もうこの先すぐ駅か。ただ天城駅が2つある。私鉄経由だっけ。
ブレーキの車線に乗らなきゃいけないんだけど、自転車じゃ無理かな。ちょっと赤に引っかかりましたけど、同時に青になってたのか。なんでこの辺街灯ついてないんだ。っていうか街灯ないのか。何の看板かと思ったらジョイフルか。福岡で黄色い看板だったらジョイフルかな。あ、この辺りが駅。ここでどっちの駅だったか確認しとこう。よいしょ。なんかワコールがいっぱい。でこっちをアーマー右、アーマー右、あれ、めちゃくちゃ西鉄の方だったっけ、それとも天城なんとかっていうもう一つの方だっけ。あ、西鉄じゃない方だ。で、ない方どっちだ。確か北側の方だよな。天城鉄道の天城駅、あっちか。信号ないのかこれ。ん？あ、違うか、あっちか。一車あく。あんまりなんかターミナル終点駅って感じでもないな。まあどういうのが終点駅かっていうのはわからないけど、ちょっと暗くして、このもんかな。
天鉄、あれ天城駅に到着、臨港で帰ります。じゃあ、いや、こんなところでお会いするなんて。いや、行ってきました。マジですか？ええ、まだ明るいうちに見られましたよ。ただあれ、ね、城跡がなんかはっきり分かるわけじゃないんですね。あの門が残ってるのが、今お参りして、もう一個神社お参りして、ええ、卑弥呼の発祥の地かなんかいう、卑弥呼の発祥。あと、もうちょっと行ったらなんか、あの、何でしたっけ、あの、地名が思い出せないけど、ゼロ線が置いてあるっていう。立ち洗いか。7、8、10キロ弱ぐらい。あ、結構ありますね。まあ、ないな。空いてないんじゃないかな。ですね。じゃあ、ちょっとここで臨行して、パッキングします、今。お疲れ様でした。お疲れ様です。びっくりした。え、浅野玉なんですか、はい、今ここ見てたわけじゃなくて。あ、いやいや、この辺じゃないですよ。ここ帰りに見ていこうと思ってます。あ、いや、その、今ここ。パン屋さんと寄っていこうと思ったら、パン屋さん閉まってました。秋月の方。あ、なんかあったな、パン屋さん。普通の地区かと思ったけど、おー、パン屋さん。やった。一応駅前まで。やった。日本発祥の地かもらしい。ん？あれが卑弥呼だった。あー、山内国線。こんなところにも、こんなところっていうか、他にどこがあるか知らないんですけどね。よっ。ダム見てこれたですか？ええ、ダム見てきました。園庭の方も。いや、あの、下りだったから、あの、結構普通に走っても来られ、あの、このぐらいで来られました。さて、どんぐらい列車があるのか。ああ、18時台4本、19時台が2本。楽勝だ。20分も待たなくていい。じゃあ生パッキン。じゃあ GoPro の、あ、まあ竹っぱなしして走ってきたな。よくやるんですけど、オープンで走る。オープンカーで。それでテント落とすんですね。テントはまた別の理由だったんですけどね。じゃあ GoPro ここで終了。お疲れ様。